引き続き田村さんに GTR の魅力をご紹介いただきたいと思いますが、はい、私たちの後ろにドドンと、はい、そうですね、2台ありますけど、田村さん、はい、ちょっとこう違いをちょっと2台、はい、GTR ニスモスペシャルエディションと、うん、GTR、T スペックって名前をつけて、うん、これって今でも買えるんですか、2台とも。どっちも買えなくなりました。どっちも買えない、レアレア、これどっちも抽選だったんですよね。あ、そうだ、はい、今もうそうなっちゃうんだね、はい。まあ、だからもうニスモだと、サーキット走る人のために作り上げた1台、うん、T スペックってのは、うん、まあ、ストリートの U みたいなプレミアムの一番いいやつと。これまだ T スペックはおいくらですか。これがね、だいたい一声乗り出しで1700万ぐらいしました。1700万ちょっと、はい、700万。これがニスモだともう2500万。すごい。エンジンの排気量自体は 3.8 で両方同じなんですけど、うん、こっちだけ GT3 っていうカテゴリーのレーシングカーのターボチャージャーを使ってるんで、うんうん、ちょっとだけちょっと出力が高い、600馬力、うんうん、でこっちはまあ570馬力、うん、もうちょっとシュッとストリートだからシュッと回った方がいいだろうってことで、うんうん、まあどっちもなんとなく600馬力に近い強者なんですけど、うん、少しずつそのまあそのバネがすごく硬い、うん、3倍ぐらい硬いんですけども、うん、というのと、まあ、こっちはなんとなくこの色に意味があって、うん、この色いいね、これ落ち着いてる。ミレニアムジェードってあの R34 の時の、うん、あのニュルっていう色を再現したんですよね。うん、綺麗綺麗、いい色。まあ、ぶっちゃけあの水溶性だなんだかんだって塗装って20年前とルールが変わってるから、うん、あの頃の色って今もう何も吹けないんですよ、うん、だからそれを新規に開発して現代風にもう一回やってみましたっていうのがこの T スペックの色で、本当はまあこのサイドに回っていただくとカーボンブレーキを両方入れていて、はい、ああ、はい、この間テリーさんに怒られた1台分500万のブレーキが入ってます。500万のブレーキ。500万のブレーキってさ、まあ、しょうがないよね。世界のスーパーカーみんなそうだもん。あ、そうなんですか。もう世界のスーパーカーみんなこういう。キャリパーがでかいねこれさ、うん。そう、ノーマルでも置いとくと、うん、でかく見えるんですけど、うん、それよりさらにでかくして、うん、ローターも410倍って言って、うん、まあ、世界一じゃなくなっちゃったんですけど、うん、この間まで世界一クラスの大きいブレーキだった。うん、なんかちょっと見ていいですか。はい、どうぞ。これ、ね、T スペックの品がありますね。なんかね、うん、T スペックの特徴の、うん、このグリーンの内装でまとめてみました。うん、あ、素敵。なんかラグジュアリーだよね。本当だ、うん、ね。これ限定何台だったんですか。これが日本で120台です。120台、まあ、世界に売ったんですけど、うん、なんだかんだ300、まあ、なんと世界中に売りました、うん、例えば120台のところにどれぐらいの申し込みがあったんですか。2750人以上。多分ね、それはね、すげえ違うんですよ。またね、値上がりをね望んでるね、また悪い人がいるんですよ。あ、ね、そうなんだよね。そういう人たちがね、なんか買ってさ、また転売しようってさ、そうなんだよね。なんか車がまた違うね、車とは違うところでまたなんか5メートルやらしたからだよ ね。いやだけどなんかシックで落ち着いた、これいい、ね、うん、ラグジュアリーでさ、絶妙な色ですね、うん、ゴージャスでいいじゃないの。どうですか、まあ、土屋さんは乗りこなせるわな、当然ですけども。いや、いいっすよ、うん、いいっすよ本当に、うん、なんかね、高級スポーツカーに乗ってるって感じ。意外と僕もあの以前乗せてもらったんですけど、意外と乗りやすいんですよね、はいはい、これは乗りやすくしたつもりです。そうですよね、実はびっくりして、前のはやっぱりどうしても、うん、あの圭さんが跳ねる跳ねるって言ってたように、うん、ちょっとやっぱストリートでは足が硬すぎたんで、うん、やっぱりそこはちゃんとストリート向けに、うん、サーキット中心じゃなくてストリート中心に振ろうってことで変えました、うん、これはしなやかだもんね、はい、そうなんですよね。でその中でも、うん、もっとしなやかにしたのがプレミアムエディションの T スペックなので。ああ、なるほど、はい、これいいな、色もいいよね。これだけでも高そうだな、これ。そう、すごいですね。100万は超えるものですね、もう絶対これだから盗まれそうだよね、これだけ。これだけで100万、100万、はい、100万超えます。あらら、僕のオイル30万ですかね、乗り出しで。ちょっと向こうの室内見ましょう。はい、お願いします。ね、いいスモ。うわー、スポーツカーだな。これはまずこれがカーボンですね。まあフルカーボンですよこれ、ね、はい、バンパーもカーボンです。ここだけカーボンなんじゃなくて、カーボンにまあ塗装したりとか。そうだよね、フェンダーもカーボンです。これなんか例えばバーンってぶつけたらどうなっちゃうんですか。これバーンとぶつけると、うん、一声500万。
だってなんだと150万左右で150万、そうだよ ね、 だよね、多分この辺のラジエーターとかも多分行くから、さらに中身で100万、うん、いやだからもうそうすると俺なんかもう怯えて運転できないよ、もう家から出なくなっちゃうじゃないですかやっぱ3号 GTR ニスモはスポーティ ー、 で今はもう買えないんでしょ GTR って。だから頑張ります、頑張ってなんかその音は消えちゃうけど、うん、当然その法律に合わせて出しますけど、うんうん、我々日産としてはやっぱりそのお客様の声で、うん、なんとかそれが強いもんですから、うん、うわじゃあこれはもうちょっと GTR 続けたらいいよねという議論を盛んにしてますから。そうか、延命、はい、なんとかね、頑張りたいと思います。延命処置をして、はい、でも大丈夫だから、俺らがマフラー変えちゃうから、はいね、なるほど、ね、そういうことらしいですよあと場合によってはね、田村さんはもうまもなく日産消えますので定年退職ね、もう消されますあらあらだよね、延命楽しみですね、はい、ありがとうございました、うん、ありがとうございました。チャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。